どうも一です今日はですね Mavic ミニのアップデートがありましてその内容がですね非常に神アップデートだったのでその内容をですね今日はお知らせしたいなと思うんですが、えー、実際にですね試した映像もですね交えながら今日はお届けしたいなと思いますので最後までですねお楽しみいただければなと思います。 はいということでですね今日はマビックミニの神アップデート情報をですねお届けしたいなと思うんですが、えー、まず今回のアップデート内容がですねこちらになります送信機の性能を最適化で動画用のマニュアル露出機能を追加で 2.7K 24fps と 1080p の時の24、48フレームレートですねの解像度を追加でホワイトバランスの手動調整を追加 写真と動画のダウンロード速度を向上特定の使用場面での飛行安定性を向上ということにですねなっております。 でまずですね目を引くのは動画のマニュアル撮影ができるようになったことと、まあ、ホワイトバランスの調整ができるようになったことですねでこれはですね待ちに待ったアップデートという感じなんですけども今までですね Mavic Mini はですねスマホカメラと同じようにですね全てオートでしか撮影ができなかったんですけども、えーまあ、もちろんオートでもですね素晴らしい映像っていうのは撮れるんですが、まあ、逆光の時とかですね えーまあ、被写体がこう黒くなったり、まあ、白飛びしたりですね、まあ、自分が撮りたいものの明るさっていうのが調整できなかったのでちょっとなっていう部分はあったんですけども、えー、その部分が解消されます。でホワイトバランスに関してもですね、まあ、オートホワイトバランスも非常に優秀なんですけどもやっぱり特定の場面 ででのの撮影の時にですねホワイトバランスが全然違くなってですね、えー、青白くなったり逆に黄色くなったりですねそういったことがあったので、まあ、これもマニュアル化できたらいいなっていうのはあったんですけどもこの2つともでですすねマニュアル化ができるようになってますで実際ですねアップデートした後の画面がこちらなんですけども、えー、下のオートボタン A と書いてあるボタンですねそれをこうタッチするとマニュアル化ができるんですが。 このようにですね、まオートだと奥の部分は何があるかわからないっていう状態なんですね。で、それがですね、マニュアル化して、ちゃんとですね、シャッタースピードとか ISO 感とかですね、そういうのをしっかり調整すると、奥にですね、カメラがあるっていうのがわかります。で、まあこの機能は、まあ、夕日を撮る時とかですね、にかなり役立つと思いますし、夕日は撮りたいんだけど、前の被写体、例えば木とかですね、そういったものを本当は撮りたいのに、 後ろのですね、まあ、夕日に引っ張られて、えー、被写体がもう真っ黒になっちゃうっていう時にですね、このマニュアル化っていうのがですね、生きてきますので、えー、まあ自分でですね、いろいろ試してほしいなと思います。でそれからですね、ホワイトバランスなんですけども、ホワイトバランスの調整はですね、右上のボタンから行きます。これをいじるとですね、まあ、このようにホワイトバランスを変えることができます。 まあこういううういいい室内のの状況とははあんんまりないとは思うんですけどもやっぱりたまにですね、まあ、夕方とかですね朝とかの撮影の時に少しこうホワイトバランスが狂ってしまうっていうこともあると思いますのでその時に自分の最適な色に変えることがで,す、ね、できるようになっています。 でその他のですね追加機能なんですけども、まあ、あまり使わないとは思うんですけど 2.7K とフル HD の時にですね 24fps24 のフレームレートですねで撮れる設定が追加されてます。で映画とかで使われるフレームレートなんですけどもただ動きが速いものに関してはちょっとかくついたりとかですねそういったことになりますのであまりこうおすすめしない、まあ、ドローンの際にはあまりおすすめしないフレームレートにはなるんですが。 えーまあ、同じようにですね48フレームレー、えーームト FPS でれれるモードも、えー、追加されておりますそして、まあ、写真と動画のダウンロードの高速化っていうのがありまして実際ですねこれ扱っているとこうスマホとかにですね、まあ、ダウンロードとかを、えー、している際にですね 結構時間がかかってその間スマホが全く使えないっていう状態がですね結構長く続くっていうのがあったので、まあ、その辺のですねダウンロードのの高速化っていううがですす。ね、今回は追加されているよなな形になります、まあ、そのぐらいがですね僕たちにまあ関係のあるアップデートかなと思います。ということでですね今日は Mavic ミニの紙アップデートの内容をお届けしましたけども。 えーまあ、僕もですね、まあ、ちょっとあんまりこう外で飛ばしたいっていうのが今できないような状況なんですけどもいろいろ気づいた点とかありましたらこのチャンネルでお届けしたいなと思っておりますので是非ですねチャンネル登録していただいて次回の動画もお楽しみにいただければなと思いますということでですね今日は以上ですではバイバイ